おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきたいと思います。前回はこの第3章のなんだっけ、九条しんのすけくんがドッペルゲンガーだってことを暴いたっていうところで終わったので、その次の男は人情っていうところからやりましょうか。男は人情、まあなんかヤンキーっていうよりかは結構熱血教師みたいなこと言うんだね。おい、それから数日後、ガチャ。ただいま。おかえり。あなたにお客さんが来てるわよ。俺に？よう。ああ、九条慎之介くんだ。虎の被り物はどうしたの？君はどうしてここに？お前らには世話になったしな。礼くらいするのが筋ってもんだろ。待って。もしかして、もしかしてだけど君、オカルト部入る？そしたら結構さ、アイデンティティのある声を与えないとちょっと分かりにくくなっちゃう気がするんだけど、雰囲気で感じ取って。そっか。その後、さゆり先輩とはどうなったの？あ？ごめん。変なこと聞いちゃった？いや、すまねえ。俺は何か聞かれたりするとつい反射的に言葉が出ちまうんだ。それが癖になっちまってて。そうなんだ。さゆりとはこれから会う約束をしている。これから？ああ、正面からもう一度謝ってみるつもりだ。めっちゃなんかすごい優しい微笑みをしているわ。素敵。たとえあいつが許してくれるとしても、俺のせいであいつの努力を無駄にしちまったのは変わりねえ。その罪は一生忘れねえし、償っていくつもりだ。そっか。まあ、お前らには感謝してる。ありがとな。うん、俺は別に何も。そうだ、これ。これって、お菓子？お菓子？お菓子？おおギャップ！うちの家、和菓子屋なんだ。オカルト部の奴らで食えよ。もう、ギャップに苦しむ。いいの？あ？渡してんだからいいに決まってんだろうが。ごめん。ありがとう、いただくよ。用も済んだし、俺はもう行く。邪魔したな。コーツ、ネタ切れです。あ、待って。あ？なんだよ。これ、あげるよ。なんだこれ。それはオカルト部のバッジなんだけど、しんのすけくんはオカルト部に入るつもりはない？そうか、信之くんから進めるんだ。はあ？俺がオカルト部に？いや、もしよかったらだけど。何するんだよ、オカルト部って。ドッペルゲンガーの事件を調査したりとか、いっぺんに説明すると難しいんだけど、いいぜ。マジ？別に入ってもいいって言ってんだよ。本当に？本当にってどういうことだよ。いや、意外にすんなり OK してもらえたから。まあ、お前らには借りがあるからな。借りは返すのが男ってもんだろ。しんのすけくん、ありがとう。きっとみんなも喜ぶよ。とにかく俺はもう行くからな。うん。じゃあまたな。はあ、何？ヤンキーって何だったの？もう嘘じゃん。普通に可愛い。ただの高校生。ちょっとやんちゃな高校生ってだけじゃない？
しんのすけくん。ふん、彼見かけによらず誠実で可愛い子じゃない。正直あんたの友達の中で一番タイプかも。アブさんってやっぱりそっち系なんですか？さあね。それじゃ今からちょっと外に出てくるから留守番よろしくね。ははい。ガチャ。そう言うとアブさんは店を出て行った。はあ、静かな店内で俺は深くため息をつき、以前届いた謎の脅迫文を取り出した。この送り主不明の手紙。これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。邪魔をするなか。邪魔ってずっと何のことを言ってるのかわからなかったけど、もしかしてこれってドッペルゲンガー胎児が関係しているんじゃないか。これはあくまで推測でしかないけど、俺に手紙が届いたってことはドッペルゲンガーが関わっているとしか思えない。じゃあこの手紙の送り主は俺にドッペルゲンガー胎児をやめろと警告しているのか。もしそうだとしたら、手紙の最後にあるこの一文、もし警告を破ったら覚悟しろ。このままオカルト部の活動を続けたら何か危険なことに巻き込まれるんじゃ。そういうこと考えてるんだったら、なんでしんのすけくん誘ったん、オカルト部に。心強いからか。でもドッペルゲンガーを退治しないと俺の記憶は戻らない。俺は一体どうすれば。はあ、ダメだ。なんだか考えすぎて頭が痛くなってきた。今日はもう休もう。そして俺はそのままソファーに倒れ込んで眠りについた。え、ソファーで寝泊まりしてんの？かわいそすぎる。ん？これは夢で過去の記憶を見てるの？珍しい。ここはどこだろう？シャンシャンって音が聞こえたね。鈴のね。あれは鳥？ここって一体どこなんだろう。おーい、早くしろよ。この声は、たたた、ほら置いてくぞ。待ってよみんな、急がないと。あれは俺だ。ということは、これも俺の記憶なのか。なんだかすごく懐かしい気がする。ここは一体、なんでこんな暗い？営業終了してるから暗いのか。今のは夢？まさかこんな形で記憶が戻るなんて。あ、そっか、前回って記憶戻んなかったんだっけか。ああ、なんか二日くらいしか空いてないのに忘れちゃったわ。そうか、こういう形で今回は記憶を取り戻すって感じなんだね。でも、あの記憶は一体。ダメだ、これ以上は何も思い出せない。その時だった。俺は妙な視線を感じて、扉の方に目を向けた。あれは？うわ、びっくりした！はあ、なんか狼ゲームを思い出すね。狼ゲームの時もこんな風に狼のさ、なんか仮面をかぶったさ、仮面っていうか何、覆面をかぶったさ、人がこう襲いかかってきたりしたよね。そこには黒い服を着た謎の人物が立っていた。え、誰？その人物は何も答えずこちらを見つめている。誰ですか？もうバーは閉店してて。手紙ちゃんと届いたか？手紙？あの脅迫文を書いたのは。ああ、私だ。手紙にも書いた通り、邪魔をするなと言ってるだろう。
邪魔って。それは俺がドッペルゲンガーを退治してることが関係してるのか。ああ、そうだ。やっぱり。一体お前は何が目的なんだ。私の目的は、お前らがドッペルゲンガーを退治するのを止めること。だから、これ以上邪魔をするなら、ただじゃ済まないぞ。そして、もう一つ警告しておく。今日、ここで私と会ったことは、一切誰にも言うな。もちろん、オカルト部のメンバーにもな。もし他人に漏らしたら、オカルト部のメンバーも、危険な目に遭うぞ。そんな。いいか?私はお前らを監視している。いつでもお前らを殺せるんだ。そう言うと、その謎の人物は扉を開けて出て行った。待て。ガチャ。俺は慌てて店の外を確認した。あれ?いない。どこに消えた?あいつは一体何者なんだ。俺はその後一睡もできず夜を明かした。クリア。次行くか。誰?第4章絆と疑心。コツ。これ以上もうネタがないからふざけません。みんな、おはよう。あ、信行くん、おはようございます。おはよう、信行くん。おはおはよう。よう。あ、しんのすけくん、おはよう。あれからしんのすけくんはちゃんと学校に来るようになっていた。それに、だんだんオカルト部に馴染んできているようだった。かわいいね。あ、信行、どうした?なんか元気ないぞ。そうかな。やっぱり昨日のことをみんなに話すべきなんだろうか。でも、あいつの言うことが本気なら、みんなの命が危ない。ここはとりあえず黙っておくしかないよな。ちょっと朝から体調が悪くて。大丈夫?うん。安静にしておけば大丈夫だと思う。信行くん、そういう時はちゃんと休んでくださいね。こんなタイミングで体調を崩してしまっては非常にもったいないので。もったいないって何が?何って、もうすぐあのイベントが近づいてるじゃありませんか。イベント?なんだ、何のことだ。皆さん、ふみさん、そうだ、ふみさんだ。生徒会長、ふみさん、黒木ふみさん。皆さん、静粛にしてください。あれは、生徒会長の黒木ふみさんだ。海進学園の生徒会長を務めている。成績も優秀で、どんな仕事もテキパキと完璧にこなす。とにかく真面目で、恋愛には興味がなさそうなミステリアス女子だ。黒木ふみ。ちょっと素顔を見てみたいんだよな。メガネがさ、あまりにもあのコナン君みたいに曇ってて見えないんだよ、目が。これから一体何が始まるんだろう。それではこれより今年の修学旅行に関する話し合いを始めます。修学旅行?ざわざわ。その瞬間、教室内はざわつき始めた。シロウが言ってたイベントって修学旅行のことだったんだ。ねえねえ、あんちゃん、ついに修学旅行だね。私ずっと楽しみにしてたんだ。美香子、あんたはしゃぎすぎ。そういうあんたってちょっと浮かれてんじゃないの。別にそんなことないし。今年はどこに行くんだろうね、楽しみ。ざわざわ。おい、お前ら、ちょっとは静かにしろ。
これじゃ話し合いが進まねえだろ。あれは確か副会長の里見くんだ。内宮里見、生徒会副会長を務めている。潔癖症でいつもアルコールスプレーを持ち歩いている。ああ、潔癖症だったんだね。こないだも理科室にいたからさ、その理科が好きだから僕いつでもエタノール持ち歩いてますよみたいな感じなのかと思ってたわ。結構荒っぽい口調だが真面目な一面も持つ。会長のことをすごく尊敬しているらしい。なんか私ナルシストっぽい感じで喋ってたわ、ごめんね。実はあまり話したことないんだよな。キヨコちゃんのキャラクターいつも困るんだよね。ちょっと声変えていいっすか。ねえ、早く話し合いを進めてくださらない。これでは時間がもったいありませんわ。あれは神宮寺清子さんだったっけ。神宮寺清子、今回この3人が結構主軸なのかしらね。実家が金持ちらしく、本人もお嬢様な雰囲気を漂わせている。何でも組織のトップに立ちたいらしく、本当は生徒会長になりたかったらしい。あ、そうなんだ。でも黒木文ちゃんがあの娘だから、なんか娘だからっていうか、本当は多分この人の実力でなったんだろうけどね、一応やっぱ親が理事長っていうのもあって、ひがみとかちょっとだけひがんでそうだよね、うん、彼女ともあまり話したことないよな。まったく、この程度の話し合いすらまとめられないなんて、この学園の生徒会長が聞いて呆れますわ。神宮寺さん、あなたも静かにしてください。なんか険悪なムードだな。出たよ出たよ、キヨコさんのいつものやつ。え、キヨコさんと生徒会長は仲が悪いんだよ。一方的にライバル心を燃やしているのはキヨコさんの方なんだけどね。そうなんだ。皆さんよく聞いてください。これ以上騒ぎ続けるのであれば、今回の修学旅行先の決定権を別のクラスに譲ります。わかりやすく黙ったな。あ、今肘がバキッつった。聞こえたかな。ん、今旅行先の決定権がどうとかって。すると小声でシローが話しかけてきた。そうか、信之君は転校生だから知らないのも当然ですよね。この学園では毎年修学旅行の行き先を一クラスが代表で選ぶことができるんです。へえ。そして今年は僕たち2年 B 組が行き先の決定権を持っているんですよ。そうなんだ。ちなみに今年の行き先候補は鹿児島、京都、北海道の3つから選べるんです。じゃあこの話し合いで行き先を決めるってこと。そうです。何を基準に選んでいいか迷うな。くっくっく、信之、そういうことなら私に任せて。え、じゃーん、有名な観光スポットはバッチリリサーチ済みだよ。すごいパンフレットの数。私旅行が大好きで、この修学旅行をすっごく楽しみにしてたんだ。あ、ちなみに私のおすすめはやっぱり京都かな。ほら、こういう風情のあるところとかいいよね。あと京都といえば美味しいお菓子もいっぱいだし。マチが京都を選んだ決め手はお菓子でしょ。まあ否定はしない。京都か。ん、この場所、あ、そうか、夢で見た光景じゃん。俺は一瞬目を疑った。これあの夢に出てきた場所にすごく似ている。いや、似てるどころか、あの夢で見た景色そのものだ。じゃああそこは京都だったのか。あ、もしあれが俺の記憶に関係しているなら、同じ場所に行けば何か思い出せるかも。どうしたの信之くん。俺京都に行ってみたいかも。おお、信之くんも京都を希望するんですか。実は僕もなんですよ。私は北海道もいいなって思ってたんだけど、まあみんなが京都に行きたいって言うなら京都でもいいかな。俺はまあどこでもいいかな。
俺も別にこだわりはねえかな。じゃあオカルト部は全員京都を希望で決まりですね。だけど最終的に行き先を決めるのは多数決だしな。ふふふ、その点は僕に考えがあります。なんだ。それから数週間後、どうしよう。今回結構いい時間なんで、今日はこれくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。なんかさ、ちょくちょくさ、調査パートとかで清子さんとかその里見くんとかとはさお話ししてたけどさ、まさかその生徒会長と清子さんがちょっとバチバチしてるっていうのは全然わかんなかったね。いやー、これからちょっと展開が予想つかねえな。楽しみ。ということで、じゃあお楽しみに。バイバイ。おつぴよー。